皆そこから。初夏の日差しがじんわりと肌を焦がしていく。高い高い天井はガラス張りで開閉式になっており、そこから吹き込んでくる風はまだ少しばかり寒かった。それでも風が吹いていない時は日差しの暖かさが上回る。高校のプールは4階建ての閣議棟の最上階に位置しており、私の大好きな場所だった。ざらつく緑色のアスファルト、空気に混じる塩素の匂い、校庭で部活動をしている歓声が、かすかにここまで響いてくる。ここは学校の中では別世界のような場所だった。眩しい。瞳を閉じると赤くなる視界へ、日差しは容赦なく食い込んでくる。どうした？今日はもう泳がないのか？ふっと視界が暗くなった。目を開ければ逆光を背負って話しかけてきているのは、水泳部顧問の高坂だ。今年の4月から新しく赴任してきた男性教諭で、その爽やかな風貌で、女子からの人気は高かった。今年は昨年より水泳部の部員が増えたのも、高坂先生が顧問であるからだと睨んでいる。どうしようかな。私は気だるげに体を起こす。今日はもう十分に泳いだから、上がってもいい時間だった。でも私は、ここにいるのが好きなのだ。もうちょっとだけ泳いでから帰ります。わかった。先生は会議があって先に出る。鍵は後で閉めておくから、間違っても溺れるなよ。はいはい、わかってます。先生の名誉のために溺れませんよ。本当は、顧問は生徒が泳いでいる間は監視する役目があるのだろう。だが他の部活でも言えることだが、往々にしてそういったルールはおざなりになっていくものだ。そういえば、言いたくないことだったらすまん。足のあざはどうしたんだ？断りを入れてからの問いかけに、私は曖昧に笑って返す。私の足にはあざがある。ちょうど左足首のところにあざのようなシミのような、まるで何かにつかまれたような跡があるのだ。ああ、これ子供の頃からあるんですよ。虐待とかじゃないんで安心してください。にっこり笑って答えれば、先生は眉尻を下げて笑ってみせた。昔はあざについて聞かれるのがとても嫌いだった。醜さを指摘されているのだと思ったのだ。だが少し大きくなってからは、何を心配されているのかが分かってきた。幼児虐待。世の中にはそんなことをする親もいる。幼かった私が、その可能性にすら気づかずにいたのは、とても幸福なことだろう。なら、よかった。それじゃあ、気をつけて帰れよ。去っていく高坂の背中を見送ってから、飛び込み台に向かって歩いていく。誰もいないプールは、格別だ。一人で残って泳いでいると、水泳選手になりたいのかと尋ねられることがある。だが私は、競い合って泳ぐのは好きじゃない。飛び込み台の上に登れば、かすかに波立った水面が目の前に広がった。真っ青な世界。水底に惹かれた濃いブルーのコースラインが、ゆらりゆらりと揺れている。腰をかがめ、緩やかに前に飛び出した。着水。
ザブンと水の中に滑り込めば、乾いた水着へ冷たい水が押し寄せる。音が鈍く遠ざかり、差し込む光が乱された水面に乱反射する。ああ、これなのだ。私が水泳部にいる理由。誰もいないプール。光り輝く水の中をゆったりと滑っていく感覚は何よりも大好きな時間だった。大きく手で水をかく。私はいるか。そんな気持ちになりながらリズミカルに足で水を打ち、水の中をかけていく。ザバッと水面に顔を出せば、飛び散った水滴がキラキラと輝いて降り注ぐ。また水の中に潜り込み、ゆったり、ゆったりと泳いでいく。残念。もう25メートルを泳いでしまった。最後の一かぎで大きく水を押しながら、ぐるりと体を回転させる。壁にわずかだけ張り付くように体を寄せて、両足でぐっと蹴って折り返す。授業中はクイックターンは危ないから禁止のことが多かった。でも今ならば、遠慮なくターンを決めながら、クジラが尾で波を打つように、わざと大きくバシャンと足を打ちつけたって構わない。気まぐれにクロールから背泳ぎに変えたって、誰にも文句を言われない。水音だけの世界の中で、浮遊感を満喫する。何よりも最高の時間なのだ。ずっとこのまま水の中で過ごせたら、どんなにか気持ちいいだろうか。高校生に入ってから、息苦しくなることが多かった。こうして泳いでいる今よりも、普通に生活している時間の方が、うまく息ができなくなる。勉強に、友達関係。前よりギスギスした親子関係に、バイトに、エトセトラ、エトセトラ。周囲はみんな全速力でかけていって、私だけ取り残されているような気分になる。大きく手をかいて、ぐるりと体を横回転させて、背泳ぎの姿勢のまま、ゆらりと水に身を任せる。思ったより長く泳いでいたようだ。気がつけば、天窓から落ちる光がだいぶ弱くなっている。仕方ない。そろそろ水から出なければ。ザブンと深く水に潜って、縁に向かって泳いでいく。その時、ふと、何かが目に入ったのだ。普段はない、異質な何か。顔を上げて、それが足だと気がついた。細く、白い、綺麗な足。プールサイドに腰掛けて、足だけをつけているのだろう。誰だろうか。さっきまでは誰もいなかったはずだった。私に会いに来たのだろうか。あれ？水面に浮かび上がって、私は思わずすっとんきょうな声を出す。誰もいない。プールサイドには人っ子一人いないのだ。見間違いでもしたのだろうか。だがはっきりと誰かの足が見えたのだ。とても綺麗な、まるでモデルのような足。首をかしげながらプールサイドまで泳ぎ着き、手をついて一気に体を持ち上げる。この瞬間、いかに重量が体を押さえつけているのか思い知る。ずっしりと全身が重くなり、一歩歩くその度に沈み込むような気分なのだ。そうしてシャワーを浴びて着替えを済ませる頃合いには、さっき見た足のことはすっかり忘れ去っていた。気だるい体と、風が吹くたび塩素がふわりと香る髪。夕焼けの中を歩きながら、
こんな時間が永遠に続けばいいだなんて思っていた。いやーね、また事件ですって。これ、あんたの学校の近くじゃない？ワイドショーを眺めながら、母がため息混じりの声を出す。事件って？若い女性が川で溺れて亡くなったって、半年くらい前も似たような事件があったじゃない？そういえば、この辺でそういう事故多いよね。私の住んでいる地域には、とても大きな川が流れている。県境にあるその川は、一級河川と呼ばれるもので、今まで何度となく護岸工事がなされてきた。それでも大きな台風などが来れば、住宅地まで水が溢れることがある。私の通う高校も同じ川沿いに位置しており、マラソン大会の時などは、この川沿いを走るコースが定番のものとなっていた。川があれば当然それにまつわる事故もある。ただ、私たちの住むこの地域では、その事故が多いように思えるのだ。また若い女性ですって。あんたも気をつけなさいよ。部活の帰りとか、結構暗くなることもあるんでしょ？大丈夫だよ。川のそばを通って帰るわけじゃないんだから。あんたが足に怪我をした時も、すぐそばで事件があったのよね。そうらしいね。全然覚えてないけど。足の怪我。正確には足に残っているあざのことだ。10年前、まだ私が7歳だった頃。私の家族は親戚何人かで集まってバーベキューへ行っていた。場所は川を車で1時間ほど上流に遡ったあたりだ。この付近より緑が多く、川も狭く少し深くなっている。近所に住んでいるいとこたちとそれぞれの両親とで簡易テントやバーベキューセットを持ち寄って河原で楽しく過ごすのだ。今でこそバーベキューや花火ができる場所は厳しく制限されているが、当時はほとんど野放図な状態だった。ベッドより大きな岩がゴロゴロと転がっている河原は、子供たちには最高の遊び場だった。裸足になって、熱い岩の上を飛び移って、キャーキャーと歓声を上げて遊んでいた。その時のことは、ほとんど覚えていなかった。両親曰く、いとこたちが少し目を離した隙に、私の姿が見えなくなっていたらしい。最も遊びに夢中だったいとこたちは、小さな女の子が一人いなくなったことに、目ざとく気づくはずもなく、大人たちが呼びに来て、初めて私がいないことに気がついた。慌てて探し回ったところ、ずぶ濡れになった私が、岩場で泣いていたそうだ。バツバツに掴まれた。私はそんな風に言ったらしい。そして足首にはまるで誰かに掴まれたようなあざが残っていたそうだ。私は全く覚えていなかったし、バツバツの部分に当たる言葉を両親も忘れてしまったのだという。それから数日経った後、私たちがバーベキューをしていた付近で、女性の溺死体が見つかった。事故か、事件かわからない。ただなんとなくそれ以降は、両親たちはあの場所にバーベキューへ行くのをやめたらしい。何か関わりがあるのかはわからない。だが、不気味に感じたのだろう。私といえば何も覚えていなかったし、水嫌いにもならなかった。むしろ今だって水の中にいた方が安心する。気になるのは同じ川で定期的に女性の溺死体が上がったというニュースを目にすることだった。
たまたまだろうか。他の川だって同じくらいの割合で人が溺れるものなのだろうか。ただの事故であるならばニュースにはならないだけだろうか。大丈夫。きっとただの偶然だ。また明日も何事もない明日のまま過ぎるだろう。その晩、私は夢を見た。子供の頃のバーベキューをしに遊びに行った時の夢だ。いとこたちは魚釣りをしていたが、私は少し退屈だった。だから、彼らから離れて岩場の上を歩いていく。大きな岩が多いせいか、ちょっと離れただけでも岩が視界を塞いでしまって、いとこたちの姿は見えなくなる。だが恐ろしいとは思わなかった。もう何度も遊びに来ている場所なのだ。お手洗いの場所も、駐車場の場所も知っている。川のそばに近づいて、岩を伝って降りていく。この辺りは、川幅が狭い場所と、広い場所が入り混じり、広い場所では小さな丸い石が転がっており、川のそばまで近づける。そういうところは水深も浅いので、ちょっとくらい中に入っても大丈夫だ。その頃から水が好きだった。だからかかとまで水につけて、バシャバシャと水を蹴っているだけでも楽しかった。水を蹴り上げると、キラキラと光って虹が出る。光る水滴と新緑の森を駆け抜けてくる涼しい風。先ほどまで岩場の上でじっとりとかいていた汗が溶けるように消えていく。幸せな時間。だがその時、私は何かを聞いたのだ。何だろうか。水を蹴り上げる足を止め、私はじっと耳を澄ます。激しい水音、それに女の人の声が聞こえた気がしたのだ。ドキドキと心音が速くなる。何かがおかしい。あの声は普通の声とは異なった。パパとママが喧嘩している時の声。ヒステリックで耳に響いて心臓が痛くなる声だ。もう少しだけ上流へ向かう方向には石舞台のように大きな岩があるせいで視界が遮られている。だが声は、そちらから聞こえてきた。なんだろうか。切羽詰まった声だった。ゆっくり、ゆっくり、恐る恐る、私は川の中を歩いていく。ああ、喧嘩だ。そう思った。だが少し様子がおかしかった。男の人が女の人を水の中に突き飛ばして上から押さえつけている。その瞬間、私は足をつかまれた。川から突き出した真っ白い手。それが私の足首をつかんでいる。ぎゅうぎゅうと指が足首に食い込んで、私はその場から動けない。私は動けず、悲鳴を上げることもできずに固まって、真っ白な手を見つめていた。翌日の授業はほとんど上の空だった。事件が起こったのが学校の近くということもあり、他の生徒たちもどこか浮ついた様子だった。いわく、被害者は学校のそばのマンションに住む大学生であったらしい。それであれば、駅やコンビニですれ違ったこともあるだろう。そんな話で持ちきりだった。けれど私の頭の中は昨晩の夢のことでいっぱいだった。あの白い手。だが不思議なことに私はあの手を恐ろしいとは思わなかった。私が恐ろしかったのは喧嘩をしていた男女の様子があまりにも異様だったせいなのだ。
水に沈められもがく女。それを押さえつけている男はひどく楽しそうに笑っていた。その後、あの川で溺死体が発見されたのだ。もしかして幼い私は殺人現場を目撃してしまっていたのだろうか。いや、まさか。そんなことがあるはずはない。ニュース報道を見たせいで記憶を改変したのだろう。何かの事件の目撃者になってみたい。そんな不謹慎な衝動はきっと誰にでもあるはずだ。あの夢はそんな私の心情を反映したものに違いない。だけれども、もし本当に事件を目撃したならば、私がそれをちゃんと証言していたら、いや、きっと無駄だろう。7歳の少女の証言なんて本気にしてもらえない。でももし、それで犯人を捕まえることができたなら、そんな風に思考がぐるぐるとループする。ああ、ダメだ。すっきりしない。授業が終わると、私はまっすぐ職員室へ歩いて行った。今日は部活は休みだったが、自主練は認められている。こんなもやもやした気分の時は、泳いで忘れるのが一番だ。プールの鍵、借りていきますね。声をかけると、若い事務員が振り返る。昨日、鍵が閉まってませんでしたよ。今日はちゃんと閉めてくださいね。え？私は驚いて目を見開く。あ、すいません。高坂先生が会議が終わったら閉めておくって言っていたので。昨日は会議なんてなかったですよ。不機嫌そうに言われても、それは高坂先生のミスなのだから、私の責任ではないだろう。とはいえあまり反抗的な態度をとっていると、鍵を貸さないと言われてしまうかもしれない。ぐっと苛立ちを押し殺し、すいませんでしたと謝罪する。ああ、全く腹立たしい。足早に閣議堂へと向かい、階段を一気に駆け上がる。腹立たしい。もやもやする。でもそんな気持ちも水着に着替えてプールの中に飛び込めば全部一気に遠ざかる。水に潜ってゆっくり大きく腕をかいて自由気ままにしばらく泳いで時間を潰せば心のわだかまりが溶けていく。もっともそれは水から上がった瞬間にずしんと戻ってきてしまう。それでも今この瞬間の自由な感覚は私にとって救いなのだ。あれ？まただ。ゆったりと泳いでいれば、ふと目の端に何か白いものが映り込む。視線を向ければ、それは真っ白な足だった。プールサイドに腰を下ろし、足だけをプールにつけている。もしかして、部活の仲間だろうか。ざばりと水から浮かび上がる。だが、それらしき人影は見当たらない。昨日もこんな風だった。一体、どういうことだろうか。首をかしげた瞬間に、不意に足首をつかまれる。勢いよく水中に引き込まれ、慌てたせいで大きな水泡を吐き出した。泡がはじけ、その目の前に、見知らぬ女が現れる。水の中を黒髪がふわりと広がって、真っ白な肌は陶器のように美しい。女が静かにまぶたを開くと、そこには黒目ばかりの目があった。真っ黒い目、深淵の目。やめて！離して！バシャバシャと水を叩く音、降り注ぐ光、
跳ねる水しぶき、女の悲鳴と男のあざけるような笑い声。初夏の河原に降り注ぐ光、あたりに満ちるうるさいほどの蝉の声。女は必死に抵抗する。それでも男は何度も、何度も、女の顔を川の中に沈ませて、少しずつ命を削っていく。死にかけたところで引き上げて、わずかばかりの呼吸を許し、また絶望へ突き落とす。何度も、何度も。繰り返すことで、深い絶望を刻みつけ、力を誇示しているのだろう。やがて女は抵抗力を失って、水を叩いていた腕が、だらりと、力なく浮き上がる。男は、買った獲物を改めて見定めるかのようにして、女の体を仰向けに返すと、しばしその姿に見入っていた。知っている。私は、この男を知っている。彼は。大丈夫か？腕を力強く掴まれて、一気に水中から引き上げられる。しっかりしろ。どうした？何が起こったのか、わからなかった。目の前では、高坂先生が私のことを抱き上げて、顔を覗き込んでいる。おそらく私は、幻影を見て、驚いて溺れたのだろう。そこへ駆けつけた先生が、プールへ飛び込んで、私を引き上げてくれたのだ。先生は真剣な顔だった。きっと少し前ならば、その表情にとても感動しただろう。助けてもらったそのことに、心から感謝しただろう。でも私は、今の私は、先生の表情の違和感に気づいてしまう。その瞳孔が大きく開き、ひどく興奮していることに、唇の端が今にも笑い出しそうに、かすかに釣り上がっていることに。助けてくれて、ありがとうございます。足をつったみたいで、シャワーで温めてきます。できる限り慎重に、先生の腕を振りほどく。早くプールから上がらなくては、この人のそばから一秒でも早く離れなければ。昨日会議なんてなかったって聞いたんだって。数歩離れたあたりで先生が声を投げてきた。なんてことない会話のはずだ。でも今の私には恐ろしい。でもここで答えないのは不自然だ。意を決して、無理やりに笑顔を作って振り返る。言ってくれれば、ちゃんと鍵を閉めたのに。クラスメイトの神崎から聞いたよ。その足のあざは、10年前に川の森キャンプ場でできたんだってな。ひゅっと大きく息を呑んだ。なんで今その話をするんだろう。普段爽やかな先生が今は恐ろしくて仕方ない。見えたんだよ。小さな女の子が驚いた顔でこっちを見てたんだ。可愛かった。僕はね、小さい女の子に手を出すような変態じゃない。でもあの驚いた顔は、とても可愛く見えたんだ。だから一緒に殺してあげようと思ったのに、なぜだか見失ってしまったんだ。ゆっくりと水をかき分けて、先生が一歩ずつ近づいてくる。君のことは、
ここに赴任した時から気になっていたよ。ようやくその理由がわかった。君があの時の子供だったんだ。嬉しいよ。10年かかったけど巡り合えたなんて、運命的だと思わないかい。知りません。私そんなの、何のことだかわからな。あ、その時、私は彼女が、いや、彼女らが見えた。先生の後ろから無数に浮かび上がってくる女たち。たくさんの黒髪が水面にどんどん広がって、どす黒いインクを流したように染まっていく。その髪が腕に絡みつき、先生はようやく事態に気がついたようだった。なんだこれは、おいやめろ。慌てて振り払おうにも、真っ黒な髪は、あるいは伸びてきた無数の腕が、先生を捕まえて離さない。おい、よせ、助けてくれ。こいつらを離してくれ。嫌ですよ。私は静かに言い放った。彼女は私を、助けてくれた。まだ幼かった私が、この殺人鬼に見つからないように、そのために足を引っ張ってくれたのだ。くそ、話せ、話せ。私は先生に背を向けて、プールサイドへ向かって泳ぎ出す。手すりにつかまって水から上がれば、背後ではもがく水音と、ブクブクと泡立った悲鳴が聞こえてくる。ああ、どうやら彼女たちは、先生をすぐに殺す気はないようだ。何度も、何度も、水に沈め、絶望感を植え付けて、じっくりと時間をかけて殺すのだろう。私は素早く、シャワーもそこそこに、着替えを済ませて慌ててプールから立ち去った。何も見てない。だから誰にも知らせない。それが私にできる彼女たちへの協力だ。ありがとう。助けてくれて。閣議棟を出る前に、深々と頭を下げて彼女たちに感謝した。幼い私を助けてくれてありがとう。卑劣な殺人鬼をやっつけてくれてありがとう。そして、ごめんなさい。あの時、ちゃんと証言できなくて、ごめんなさい。初夏の日差しに包まれた閣議棟は、とても静かで穏やかだった。4階での出来事は、外の生徒たちには届かない。あたりの光景は、驚くほどにいつも通りで、だから私もいつも通りに帰り道を歩き出す。じじっと、今年一番の蝉の声が聞こえてくる。もうじき季節は、初夏から夏に変わるだろう。そこにあるのは、眩しくて穏やかな午後だった。翌日、学校は休みだった。高坂先生が、あの川で、遺体で発見されたのだ。後で聞いた話によれば、先生が亡くなったのは真夜中過ぎのことだったそうだ。遺体にも不自然な点があったそうで、学校に警察官がやってきた。水泳部だった私もいくつか質問を受けたけれど、何も見ていないとだけ返答した。先生の家は家宅捜索が行われ、今までの被害者たちの遺品が発見されたという。以来、私の足首の不思議なあざは少しずつ薄くなっている。それが彼女たちの無念が薄れた証拠ならばと私は心から願っている。でもきっと全てきれいに消えてしまうことはないだろう。だって死は、残酷な死は、その事実は消えはしないのだから。